秋篠宮さまと佳子さまは全国高校総合文化祭をご覧になるため滋賀県を訪れています。今日は地元の高校生らによる郷土芸能を鑑賞したほか、器楽管弦楽演奏部門の会場では高校生90人による迫力ある演奏に大きな手拍子を打って楽しまれました。硬いイメージがあってこちらも緊張はしていたんですが、すごく気さくに話しかけてくださって。